新号駅は岡山県新見市新号鎌村にある西日本旅客鉄道博備線の駅である新見駅管理の無人駅である岡山県内の当駅以南は岡山市社が管轄しており鳥取県内に入る上岩見駅以北は米子市社が管轄するただし当駅をまたぐ列車の運行は米子市社側の乗務員が新見駅まで担当する駅名の信号とは 駅が開設された当時の所在地が阿鉄郡信号村であったことによる。また駅前には駅開業30周年を記念して1982年に建てられた記念碑及び信号駅の歌の歌詞が書かれた石碑が設置されている。平日土曜日の朝に一本だけ当駅周発番集、阿高行きの普通列車が設定されているが、当駅では折り返さず、隣の上、 岩見駅まで行って折り返し、当駅まで戻ってくる。信号駅開設30周年記念日白尾北線の上、岩見駅や立駅間開業によりこの地に鉄道が通ったのは1926年12月1日で、あるが当初は駅が設置されなかった。最寄りの大きな町は岡山県新見市であるが、ここに出るために住民たちは一旦峠を徒歩で越えて、鳥取県側の上、 岩見駅からの利用を余儀なくされていたという。戦後民主化の時代となると、当時の信号村長であった、長谷部余一らは、駅の開設を請願し、衆議院議員、近藤鶴代の努力により、駅が設置された。開設に伴う、処刑費約320万円は、村有林の材木を販売して、地元で負担した。周辺集落の中心地は、川の合流地点になっており、 軌道はやや高い位置を鉄橋で越えているなど、駅舎建設にはやや難しい立地であった。そこで、駅建設には、集落よりも南に少し離れたところにその地を求めることになった。開設当時の駅は、現在地より約100メートル北に設置された、単線、無人の簡易駅であったが、その後、白尾線の複線化及び電化の計画が上がると、 後の信号庁は普通駅昇格を陳情し、参議院議員、木村睦夫の努力により1972年2月に現在地へ移転した。この際の経費は国鉄予算で支払われた。したがって、駅周辺は換算として折り祝い許し供駅として扱われることもある。しかし、並行して走る岡山県道、鳥取県道8号、新見日南線の交通量は、 それなりに多く、整備状況も良い。校内地区定上に相対式ホームに面2線を持つ地上駅である。駅舎はなく、上りホームの夜名古寄りの入り口から直接ホームに入る形になっている。互いのホームは校内踏切で連絡している。かつては乗り場番号表がなかったが、2020年時点では、 運転指令上の番線番号に基づいて乗り場番号が設定されている。入り口側が一番乗り場である。なお、上り線は逆方向の入線及び発車にも対応している。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。